どうみなさん、こんにちは。無形でございます。はい。本日はですね、海外でロレックスがなんかめっちゃ変えてるらしいんですよ。なんか昔はありえなかったことがちょっと起き始めているということで、まあ注意点も含めてちょっと話していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。<music> さあ、それでは見ていきましょう。最近よくね、あのー、視聴者様からですね、海外で買えたネタが あるんです、ね、まあちょっと私もね今海外にいるということでねあのこれちょっとね見ていきたいと思うんですけれどもまずデートナーハワイでございますハワイでデートナーすごいですねアメリカでございますはいえーと視聴者様からねこれご連絡あったんですけれどもハワイの友人の方がですねプロフェッショナルモデルをね変えるという連絡があったとの話ですということでございます ただね、これステンレスで2万5000ドルか、えー、ね、関税とかを考えると、やっぱね、あの、これ400万弱になるっていう。めちゃめちゃ高くないですかちょっとこれ国によって変わるんですかね。めちゃめちゃステンレスで。今217万の。 デイトナースス、テンレスこれとと比べるとクソ高いですよね。まあ、ちょっといろんな差はあると思いますけれども頂い,いた連絡ではそんな感じですけれども、まあ、デイトナーはこれちょっとねハワイとかでもね買える感じになってるということでございますなんかイメージだとアメリカとかねもうマジで買えないっていう印象だったんですけどねロレックスに関してはですね続きまして香港でも買えてると。 いうことでございます。デイトナとか GMT はやっぱなかなかないということですね。まあそりゃそうですよね。日本でめっちゃ買えないけど、海外でデイトナ GMT がバンバン買えるっていうね。そこまではないのかなと思います。ただアメリカで情報あったな。まあね、まあとりあえずそこまではないという中にはなるんですけれども、スカイドウェラー・ジュビリーの,白文,字版の白文字版の提案があったっていう。 いうことでございます。すごいですよね。スカイドウエラーのジュビリですか白文字版。なかなかないですよ、日本では。まあもし、まあ、やはりね、この複雑機構超、まあ日本で買いづらいモデルですけれども、海外でね、提案あったっていうこと、これ衝撃的ですよね。で、このね、スカイドウエラーって、もしかするとね、海外ちょっと買いやすいんじゃないかなっていうか、かあくまでも憶測ですけれども、なんか思って、 おりますでこれねなぜかというともう一つねあの情報頂い,いてるんですけれどもこれねえっとグアムでもスカイドエラーの白文字盤これあのリストやっはリスト制なんですかねアメリカとかそう海外はねまあよく聞きますよねリストっていうのがウェイティングリストっていうのがあると思うんですけどもここで、まあ、スカイドエラーとかは白文字盤とかはこのウェイティングリストの人が少ないということなのでだからねこの辺はねちょっと買いやすいんではないかなっていうところであの 手に入りやすいんじゃないかということでご連絡いただいております。うん、そうなんだっていうことですね。ちなみに、これ、グアムに関しましては、ステンレスチールのデイトナについては、ウェイティングリスト、なんと17年待ち。<laughs> 17年待ちということになってますね。皆さん、17年ですよ。17年経ったら、今の定価がいくらになってるのかっていう、そういう恐怖心がありますから、なかなかあの、ウェイティングリストに入れるのもあれですけれども。 SS のデートナーは17年末ですからだからそう考えると日本で5年間とかでデートナー変えたとかっていうのは別にそんなに長いことでもないですしまあ人生において1本 SS デートナーを変えればねこれはもう本当勝ち組みたいなもんじゃないですか、はい。だから私もですねちょっとね17年とかっていうそういう長さもあるわけなんでまあここからね、まあ、5年。 年だからほんとすごいですねデートナー買われてる皆様っていうのは。はいということでねデートナー17年待ちですけれどもスカイドエラー、ね、白文字版 SS とかは、まあ、若干買いやすいっていうねあのお話もありました。 はい。続きましてね、マカオですね。マカオ結構いいですね。マカオとか結構行かれる方多いんじゃないでしょうか。はい。皆さんのようなね、お金も T の方はマカオに行かれると思うんですけれども、マカオでも、やっぱ結構ね、あのー、マカオに関しては結構いっぱい出たっていう話聞きましたね。いろんなモデルが、えー、っと、買える感じになったっていうのは、これライブ等でもね、結構いただきましたんで、すごいですよね。マカオ。ここもね、ちょっとね、激アツなのかもしれません。海外でも結構出ております。 りますね、続きましてアメリカでこれ GMT マスター2のカフェオレでございますはいこれが買えたということでねお話いただいておりますねすごいですねカフェオレなかなかまあ難しいですよね日本でもねこちらアメリカで GMT マスターのコンビいやアメリカは 買えるようにななってきてきのかなやはり一時期はもうアメリカなんて絶対買えないっていう話がねあのもう通説だと思ってたんですけれどもなんか最近アメリカであのちょっとねあの話が聞くかなっていうところでございますはいそしてもう一つはアメリカのテキサスですねここにおいてレフティですね GMT マスターのレフティが出たというのをこれね結構前なんですけどこれね話で前の職場の ソルジャーの後輩がいるんですけれども、彼から聞いたんですけれども、レフティモデル。これが出てきたっていうことで、結局は買わなかったらしいんですけれども、まあこの注意点はこの後話すんですけれども、まあそのようにね、あの結構海外でありえないモデルが出てきたりするっていうのを聞いております。これはちょっとワクワクしますね。私もちょっとヨーロッパ回りますから、ちょっとここでね、チェックしていきたいなと思います。はい、続きまして、香港でヨットマスターのブルー文字盤。はい、こちら買われておりました。 はい、おめでとうございます、まあ、以前の入荷情報でも言ったんですけれどもこれヨットマスターね海外でこう出てるということですねすごいですね結構香港アメリカでマカオとか、まあ、グアムとか、まあ、結構近いとこでもですねハワイとかですね結構出てる感じはありますねこれワンチャン皆さん国内でもう全然買えない方海外行くのちょっとありかもしれませんねはいこういう情報がありました はい。でも、ここ注意点なんですけども、やっぱりね、割高ではあるということでございます。この賃金がなかなか上がらない日本、そして円安がね、もうやっぱ、なかなかね、まあこの辺はもうね、構造的な円安になるっていう話ですからね。結構厳しい中で、結構割高ではあると。うん。為替の手数料。 とか、あと、カードの手数料。プラス2円とか、なんか上乗せしてきたりするらしいですね。だから、ガチでちょっとね、高い感じにはなるっていう感じですね。1ドルあたりが2円プラスされたりするっていうところです。 だからね、まあ海外で出てくるとは言え、まあ買うと割高にはなるっていうのはありますよね。日本で200万円ぐらいのがもう円安効果で海外で250万円ぐらいの感じになるっていうね、話ですから。やっぱりね、うん、国内で買うのが一番いいかもしれませんけれども、まあこんぐらいの、まあ50万とか40万とかの許容できるのであればね、 まあ全然いいと思いますけどね。国内でね、皆さんが50万稼ごうと思ったら、あのー、1週間ぐらいで稼ぐと思いますんで、まあそうなってくると、一つのオプションには入るのかなと思いますね。あとはなんか空港でこれ税金払わないといけなかったりするんですよね、うん。まあちょっと国によっても変わるかもしれませんけれども、詳しい方はちょっと教えてください。うん、なんか激しいですよね。やっぱり海外で買うといろんなその空港での税金とか、 プラスされるなんかそういう注意点は結構あるんで、まあこの辺はちょっとね、購入するときはしっかりと調べていった方がいいかもしれませんね。まあその海外で買う方がね、日本の平行点で買うより安いっていう、そういう時もありますから、まあそのようなとこしっかりとこの天秤にかけてね、いろいろ見た上で、海外で買ってもいいんじゃないかなっていうのがあれば、えー、ぜひね、購入するのはありかと思いますが、まあ全体的にはやっぱちょっと割高になるっていうのは、今の円安化の。 日本で,はあれあれですよ、ね、まあちょっと以前とか聞いた話なんですけれどまあ台湾とかではですねまあやっぱりこう買い方っていうのがちょっとこの制限されてまして、まあ、このチューダーのもう台湾ね私は台湾回った動画ありますからぜひね見ていただきたいんですけれども台湾ってもうロレックスの横に絶対チューダーがあるぐらいの感じであ,のあるんですよね。だから まあ、台湾の言い方だと、このチューダーを2本買ったらロレックス1本グリーンサブ売ってあげるよみたいな、なんかそういう売り方は、なんかね、結構あるみたいですね。これはあの、実際台湾の方が言われておりましたんで、ライブで教えていただきました。で、このチューダーに関しては、転売 OK らしいです。はい。すごいですね。やっぱ全然日本と違うなっていう感じなんですけれども。で、 トータルいろいろそのチューダー日本買って、そのチューダーを転売して入ってくるお金とか、いろいろ吟味しても、やっぱりあの日本の、日本の正規店で買うより、やっぱ若干高いぐらいになるって。 いう感じですね。うまくできてますよね。うん、まあまあ各国。まあ、日本とはまあ結構違う感じにはなると思いますね。日本に関しては前言われたのはまあ、外国人の方には基本的に売らないと言っておりました。まあ、ちょっと今どうなってるかは分かりませんけどね。まあ、でも海外では結構その日本人にも売ってたりするっていうのは、今こういうふうにね。確認することはできてますね。まあ、そういう中でこの情報を頭に入れといて。まあもしかするとね。 1> 1ドルまあ円高にめっちゃ触れた時とかはこの情報を頭に入れとけば海外でロレックス買えたらバカみたいに安く買えることもありますよねもう今海外の日本,日本旅行してる外国人が、まあ、ニュースで見たのが七万円の1泊7万円の宿に泊まって日本は安いとか言ってるんですよね、まあ、それの逆転現象が起これば海外で 変えた際にはめっちゃ得するっていうこともあると思いますんでまあぜひね頭の片隅に入れておくのもいいのかなと思います、えー、また皆さん、えー、結構ね海外とか行かれまくってる方おられると思いますんでめっちゃロレックス買えるよみたいな、はい、国があればぜひ教えてくださいあとはこの国は比較的ロレックスが安いみたいなそういうなんかあれもあるらしいですよねうんそういうのも含めてですね ぜひ皆さん何か情報あればコメント欄で教えてください。メルカリ販売中概要欄からはい、ということでですね。まあちょっとね、今海外にいると思いますんで私は。えっ、ー、と、ちょっと海外の状況を見ていきたいなと思いますね。まあこの目で見て、えー、皆さんに何かお伝えできることがあればお伝えしたいと思います。まあヨーロッパとかス,、ね、スイスとかはとんでもない 金額になってると思いますけれども、ちょっとその辺もちょっと見てみたいですよね。うん。どんだけ違うのかっていう。まあ、いろいろ話してきまして、まあ、やっぱりよくか、まあ、いろいろ考えて、やっぱ国内正規店で買うのがね、一番いいんですけれども、やっぱなかなかそれがね、あの、叶わない人とかもね、いたりするじゃないですか。うん。まあ、そういう人だったら海外もワンチャンありかなと。まあ、その国内でのロレックスマラソンの労力を 海外の1回のね購入でちょっと割高にはなるけれどもそこが許容できるのであれば全然ありかなというところで思います、まあ、ちょっとね海外見てきますのでぜひ皆さんチャンネル登録そしていいねボタンしていただいて僕の海外ロレックス情報ちょっとねぜひね知っていただきたいなと思いますちょっと取材をしていきたいなと思いますんでねはいそんな感じで本日は海外でロレックスがなんか若干買え始めているよと いうところで、皆さんから情報をいただきましたんで、これシェアさせていただきました。はい。本日、以上になります。また別動画で海外情報もどんどん上げていきますので、よろしくお願いします。本日、以上になります。ムケムケ OK。ではまた。